キャンプなんでね、ちょっと買い出しに行きたい。レッツゴー。さあ、はい、マルキやってきました。リニューアルして綺麗になったんですよ。まず、シチューの材料かな。もみこも猫買ったこう。アヒージョもしたいから、ね、マッシュルーム。うまそうやん。ビーフシチュー。おいしそう。私これ100円だったんだけどね、値上がりしてるんだ。200円いいよ。ちなみにね、このクーラーボックス結構どこのですかっていうコメント多かったんだけど、前インスタで載せた時、これはこれ島野さんのクーラーボックス、シマーノですね。これすごいいいよ。ということで、明日はね、明日の準備しましたけど、明日昼からキャンプをして、次の日のお昼ぐらいまでね、ゆっくり楽しもうということです。皆さん楽しみにしててください。はい、おはようございます。おはようございます。あ、準備疲れたね。今日は一泊二日で円楽寺でキャンプということで、ちょっと行ってみましょう。バスクメン。はい、お疲れさまでした。はい、乾杯。ああ、うまいね、やっぱ、うん、昼間からビールは。今日のテーマはというとですね、ただキャンプしても面白くないから、料理対決。僕とスーさんの料理対決。料理を作って、カメラマンライネがそれを食べて、どっちがうまいかを評価してもらうと。僕がビーフシチュー。いつもカレーばっか作ってるから、今回初挑戦。ビーフシチュー、バリバリ YouTube 見て作ります。いやいやいや、だって作り方知らんもん、何もそもそも何も知らんけん。基本的な作り方は YouTube 見ますよ、それ。何のための文明ですか。で、僕はビーフシチューと、ビーフドリア、あとパスタもあります。シーフードパスタもやりたいと思います。スーさんは？俺イタリアンだ。で、鶏肉持って切って調味料あるから、俺は悪魔焼き、ディアブロ風ってやつか。さすがテキサス。テキサスじゃない、イタリア。イタリア。後で被ってもええけど。笑え笑え。今のうち痛めつけてる。マジやばいんじゃけ、わし。僕はあの悪魔風。ちゃんと電話しよう。マジでオルタで言うて。作ろうと思います。ということで、楽しんでいきましょう。うん、行きましょう。うわー、すげえ。油が、この汁も見たことないから、バリバリでしょ。バリバリ最高級品。これがセノロース。これやばいですか。ロース、肩ロースっていうかね。うわ、
まあ、ゆっくりやってください。はい、はい、ありがとうございます。すいません。いただきます。やった。マジで嬉しい。まだシチューじゃな。こうしよう。こうじゃ。これ鉄板ですからね。これ自分の山だからまだいいけど、普通のキャンプ場とかに行くと、この芝の上とか直火は絶対ダメです。必ずこういう、これなんだっけ、なんか防火シートみたいなの引いて、まあ、一番いいのはその上にまた鉄板引いてこういうものを置くとね、そうすれば芝にダメージはないからね。よし、ほら引くからんかね。パッサーなるんじゃない。蹴った時とか迷うよ。そこの鎌手出した時は動かまおってなる。さあ炭つけていこうか。なんかすでに疲れたな。牛肉ですね。ちょっと多めに行きましょう。とろけるから。よし、全部あの YouTube 見ようとかカットせよ。バタバタ。今からビーフシチュー作っていきます。まずは鉄板を熱してバターを入れていきましょう。初ビーフシチューですよ。まあカレーと一緒でしょ、作り方は。具材的にもそうです、うん。で、牛肉を入れていきます。今日の牛肉はもも肉ですね、強火で。玉ねぎもね、多めにしました。今日はいっぱい食うやろうかな。バターやりすぎだね。バターの匂いやね。ウッサブーツ履いた瞬間、そこの脂肪が垂れたよ。嘘つけよ。そんなわけないやろ。これが開くなのね。このバターみたいなのは取った方がいい。ちょっと黄色いやつ、これは多分油と思うんだけど、この辺の油はね、取らん方がいい。やろ、乳化するけど、うん、混ぜながら、じゃあ出たやつを取っていけばいいのね。少々あるね。で、おろ、もう2つは俺が自家製で置いちゃう。そう、大変やな料理って。最高で、4分の1取っちゃうとかなんとかわけだから全部入れてもいいけど。ほら見てみよ、お前もうちょっとこうして。シュールが1個もないよね。はよはよ、ちょっとみんな吸うためなんだこれ。何だろう。おお、ええやん、ええやん。おぉ、来とる来とる。いい匂い。うん、これ2やね。みんなよ。はい、大丈夫。1本でいいぐらい。1本でやる。何人前？3人前。3人前、2本があって。業務やって全部カットせよ。これ多分ひっくり返ると思うよ、うますぎて。私、シーフードスパゲティ出来上がりました。
できました。シーフードパスタ間違いないですと思いますよ。じゃあいただきます。はい、はい、すずさん、はい、ありがとう。飛ぶぞ。うまいろ。エンビったろ。エンビった。うまっ。あ、辛っ。うまっ。結構辛いですね。うまい。うまいろ。かなり海鮮の味が染み込んでる。いい感じですね。いただきます。うまい。いったろ。これ完全にいってます、ね。うまい。海鮮の向こう側いってますから。いや、絶対うまいと思う。うん。うまっ。うまうまい。超うまい。俺辛いの嫌いやけど全然いける。これあれですよね、例の秘密の素を入れた。そういうこと。すべてはあれを入れればうまくなる。今ええよ。せーの、ほら。から。普通は一個やけど、これ一発目。せーの。さて、ならなら、これね、こっからが勝負なんだ。あ、おいしいの。このね、あの焼き目が悪魔のお面みたいということで。悪魔風って言われてる。そう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 。なんか飛んだ風とか言われるとか、なんかようわからない。悪魔がこうやって羽を広げたとか、なんかいいよね。で、このウエスタやなやろ。ちゃちゃ入れんなよ、人間な時に。で、この音をね、聞いてサクサクサク。あいつあれダメやろ。どうしようかな、これ行こうかな。邪魔するなお前。ラニー一気にかぶりつきたい。ちょこちょこいきたい。ちょっと歯が悪いんで。ああ、じゃあ。ちっちゃいと助かってください。だけはしっすりさせた。ありがとうございます。そういう心の心遣いも。でね、こうあるけど、盛り付けの皿は、あそこからね、パクった皿をね。黙ってね、どっか行っとる時に。これ映えなやつをね、やります。乗っけて、ここで色付けでパセリ。あ、やりすぎた。エビったわ。これで完成。なんでたこ焼きなんかや。チキンじゃん。悪魔焼きじゃん。さっき説明したじゃろ。おいしいよね、絶対うまいけ。うまっ。あの、匠の清木場さんにも。どうぞ、どんぐらいかな。大きいとこ行ってみます。いただきます。そんな言うほどさ。うまいね。うまいやろ。うん、おいしい。もう一個ね、違うバージョンでも作れるけ、また夜に。何やめんのバーンって言うのこれ。何なんこいつマジで。それすごいいい匂い。え、何やビーフシチュー好きなんですか。あんまり食べたことないですね。ほんと。はい、いいよ、いいよ。おぉ、これ見て、トルチョンかちゃんだ。それバッチリです。ほら、この筋を、裏筋を。よし、いくで。はい、お待てよ。よし、食ってみましょう。はい、いただきます。いただきます。いただきます。
超えたら飛んだら飛ぶぞこれ食うため飛ぶぞいただきます。これまだやばいわ。このチャンピオンですね、まさに。うん、うん、優勝おめでとうこれうまいあ、じゃがいもこれは良かったね。うん、うん、ちょうど、うん、ちょうどいいぐらい。ちょっとこれカレーよりこっちがいいね、うん、これしよう、これにしよう、次から。これだね、バッチリです。うわー、いいですねありがとうございます。カレーいらんじゃあ今回の料理対決ですが、はい、僕が審査をする前に、はい、もう自らあれだったということでちょっと宣言をお願いします、今回の料理対決は負けました。なので二度とウエスタンブーツなど履きません今日燃やすな、それ燃やす燃やす、スニーカーに履き替えますなんていうことで本当に美味しかったんで、はい、負けました、ね、うん、じゃあ今日の優勝者は日置場俊介さんということで、イエーイ、あの種目が違いすぎたから、スーさんは悪魔焼きってことだよね。俺はほらいわゆるそのルーものじゃん。やっぱそれはこっちの方が味が強いから、だから今度は、鶏対牛とかね、そういう戦いだったら判別つきやすいじゃん。今回は、まあ、今、まあ、エキシビジョンですよ。まあ何倍とっては味が勝つんだけどねなんでか知っとる、そりゃこっち YouTube 見とるからまあということでね、次回はまあまあ冬だからやっぱ鍋とかになるんだよね。次回もお楽しみにということで、ありがとうございます。次ラーメン持ってこよう間違いない負けんためにはね負かっちゃんには負けないんで分からんの、審査のラーメンやから皆さんぜひ、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いします。 See you.